皆さんこんにちは。開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画では本当にあなたが輝ける未来へというテーマでお送りさせていただきます。皆さんの中にもですね、これからどうやったら幸せになれるんだろうとかですね、何をやったらいいかわからないのよっていう方いらっしゃると思うんですが、そういう方でもですね、この動画をご覧いただけるとまっしぐらにですね、最適な素晴らしい光り輝く人生に向かっていくことができますので、最後まで楽しんでご覧ください。この動画に巡り会えたあなた、本当についてますということで、早速始めてまいります。はい、ということで今日は本当にあなたが輝ける未来へというテーマでお送りいたします。でよくですね、セミナーであるとか、あるいは YouTube のメンバーシップで行っている Q&A ライブの時にですね、こんな質問を受けるんですよね。それはどんな質問かというと、よくですね、あちこちで委ねるって言葉を聞くんですけれど、これって本当はどういうことを意味してるんですかとかですね、委ねることによってね、本当に幸せになれるんですかというご質問なんですよ。でこれはですね、大島の経験から言うと間違いなくですね、最適な人生、自分が光り輝く人生にたどり着くためのもう最高の道だと、もう確信してるんですよね。というのは、私も以前はですよ、自分自身でハンドルを握りしめてですね、あっちにぶつかりこっちにぶつかりね、結構20代の頃は苦労を重ねていたんですけれど、29歳の時にね、空の体験をして、全てを委ねる生き方に切り替えてからというものですね、まるで、自分の先にね、道がどん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 用意されているかのように、ただ僕はその道を歩いているだけでですね、自分が、光り輝く幸せの人生に勝手にですよ、導かれてしまっているんですよね。でそもそも、20代の頃までは大島ってものすごい人見知りだったので、そもそも自分にとってね、こうやって人前でお話をする、ましてやセミナーなんかでね、何かを教えるっていう人生は夢にも思わなかったわけなので、もしその時にですね、目標、自分の人生はこういうふうにしたいって目標を立てるとしたならば、絶対今やってることって選択肢に全く上がんなかったわけですよ。だって人前で話すの嫌なんだもん、表面上はね。でも、自分の前に用意された道を歩いていくうちにですね、いつの間にかこうやって人の前で、話すっていう羽目になってるんですけれど、これがね、幸せで仕方がないんですよ。これはもう当時の自分では夢にも思わなかった結果なんですけどね。あるいは当時はですね、借金もあったり、当時の家族とうまくいかなかったりですね、身の回りはもうトラブルだらけで、本当に生きてんのもう嫌だなって思うような現象に囲まれていたんですけれど、目の前に用意されてる道をただこうやって歩ってるうちにですね、経済的にも豊かにね、暮らせてますし、本当に自由に生きさせていただいてますし、素晴らしい仲間にも恵まれてますしね、当時の自分が目標を立ててるとしたならば、こんな現状ってね、思いもよらないんですよね。つまり我々が自分だと思っているものって、簡単に言うと自我さんじゃないですか。簡単に言うとね、その自我っていうものは1秒先も分かりませんし、過去の経験に基づいて目標とかを立ててしまうので、その過去の経験の中でできそうだな、あるいは、外から仕入れた知識でね、こうなったら素敵だなっていう自分の、いわゆる知識の範囲内でしか、目標って立てられないんですよ。だから自我さんが立てる目標って必ず、記憶という、個人の記憶ですからね、大したことないん
ですけれど、その大したことのない記憶の中から全部目標を立ててしまうんで、それが叶ったとしてもですよ、大した変化って起こんないんですよね。だからよく成功セミナーなんかでね、将来の目標を立てましょうとか、あるいは学校なんかで子供の頃からね、将来何になるのって、目標を立てとかないとダメだよってよく教えられるんですよね。で、目標がない人間はダメなやつなんだぐらいに言われるところもあると思うんですけれど、そもそも自我さんが立てた目標なんて大したことないんですよ。で、そもそもばっかり言ってますけれど、自我さんのやりたいこと、こうなれば幸せになるなっていうのは、だいたい社会に刷り込まれたステレオタイプの範囲で収まっちゃうと言いますかね。だから例えば、女性の方でしたらね、素敵な男性と結婚して素敵なマイホームを建てて子供を産んで、それで幸せな人生を送るのよみたいな、最近はだいぶ変わってきましたけれど、そんな、ステレオタイプをですね、自分にとってこれが夢だって思ってる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんです。もちろんそれがいいとか悪いとかの話ではないですけれど、この夢ってどっから来たんですかっていうと、大体は社会的な、刷り込みの中で生まれていくんですよね。ね、あるいは社会的な圧が加わってる場合も結構多いですよ。というのは、女性の方なんかはお年頃になるとですね、親兄弟からですね、お前彼氏できたんかとか言ってね、あるいはおじいちゃんおばあちゃんからですね、早く孫の顔が見たいわとか言われてですね、無言ではないか、圧を感じながら、それに報いるためにというか、無意識にこうハンドルを握っていたりするんじゃないですかねと。で、ところが、それが本当にあなたにとって幸せなんですかということなんですよ。というのは、昨今ですね、様々なところで人口が減っている、これは経済的にはすごいマイナスであって GDP 下がるし、国が滅ぶ危機なんじゃないかとかですね、大騒ぎしてますけれど、大島に言わせると、これって、自然の営みそのものじゃないかと僕は思ってるんですよ。というのはですね、ヨーロッパの国々、なんか見てみるとね、日本より、領土が広いような国々でもですね、人口全然少ないんですよね。つまり、こんな狭い島国の中にですね、こんなにたくさん人が住んでる国ってあんまいないんですよ。で、そうなると逆に増えすぎるとどうなるのっていう問題も、住むところからね、その環境破壊からいろいろ問題が起こってきてるわけで、で、自然の働きってね、そういう時に必ずバランスを取るんで、で、昨今になってね、多くの方が子供少数でね、あんまりたくさん産みたくないなっていうの方が増えてきていると、その、一つの一因として、社会的にはですね、要は、子供を育てるのにものすごいお金がかかるからね、みんな尻込みしてるんじゃないかみたいな解説をしてますけれど、僕はそうじゃないと思っていて、つまり人口が増えすぎたから調整するためにですね、中には、いや私は結婚はしてもね、子供は欲しくないのよって、夫婦で仲良くね、一生添い遂げるのもいいんじゃないっていう人が出てきたり、あるいはそもそもパートナーいらないわと、私はもう一人でね、自立して生きられるし、その方が気楽でいいのよっていう人が出てきても全然おかしくないんですよ。で、ところが、みんながみんなその結婚して子供を産んでみたいなステレオタイプの、幸せを目指さないとね、いけないような圧を感じてるだけじゃないのというのが正直な意見なんですよ。あるいは同じようなものでね、せっかくだから、出世してね、お金持ちになるのが幸せなんだとかですね、そういう型にはまった、考え方によって導かれて、自我さんって目標を決めるんだけれど、それって本当にあなたにとって幸せなんですかって。そもそも自我さんというのは1秒先のこともわからない、自分が持ってる知識のことしかわからないわけですから、それが幸せにつながるかどうかって
分かんないわけじゃないですか。そんな曖昧なと言いますか、例えるならば、目隠しをして、車の知識もないのに運転しているようなその自我さんに、自分のハンドル本当に握らせといていいんですかって。で逆にですね、そういう自我さんに委ねるんではなく、大島がいつも言ってる通りですね、この世界っていうのは、例えば私とあなたって肉体だけを見ると分離してるように見えますけれど、本当はその奥に、一つの命としてつながってるんですよって、我々は人類という一つの命であり、宇宙という一つの命として本来は、生きてるんですよって。そこに委ねてしまえば、全体っていうのは全体の情報を持ってるわけですから、全て、この大島にとってですね、最も最適な道、最も幸せで輝かしい道っていうのが分かってるわけですよ。ですから、当時の私には人前で話すっていうのは苦痛にしか感じなかったので、目標にすらならなかったわけですけれど、委ねておいたら本当に自分が幸せを感じるような、ところまで導いてくれたわけですけれど、そういうことが起こってくるんじゃないですかというのが、大島の問いかけなんですよ。でもし少しでもですね、今日のお話に大島に同意して、くださる方がいらっしゃるんでしたら、今日これから、お話しする言霊を使っていただいてですね、ぜひ、大きな命に委ねて、あなたの人生を輝ける未来へとですね、大きな命に舵を取ってもらう、ハンドルを握ってもらうという生き方が素晴らしいんじゃないですかという提言なんですよね。でただこのあたりも、確信がないと、要は自転車でね、手放しするにせよですよ、やっぱり、これで安全なんだっていう確信がないとできないじゃないですか。ですからそういう確信を育てるための言霊をこれからお伝えします。それはこういう言霊になります。私は宇宙が常に喜びに満ちた人生に運んでくれていることを知っています。もう一回言います。私は宇宙が常に喜びに満ちた人生に運んでくれていることを知っています。はい、この言霊をですね、常に、唱えていてください。そして自分の潜在意識さんにですね、自分がハンドルを握るよりも、命の力に委ねた方が幸せになれるんだっていうことを覚えてもらってください。でこれは大島が個人的にね、皆さんにお伝えしているだけではなくてね、例えばキリスト教なんかでもね、明日何を食べるか、明日何を着るか思い煩うんじゃないよって、そうではなくてね、野の鳥さん見てみなさいと、鳥さんはそういう心配一切しないけれど、全て神大自然に育てられて豊かに生きてるだろうっていう、そういう教えがありますけれど、キリスト教なんかもですね、この委ねるっていうのが信仰の、最高の境地とされているわけですし、あるいは他のねヨガなんかも、最終的に神との合一を果たして、自我ではなくてその全体に委ねるという生き方を推奨しているわけです。ですからありとあらゆる、教えの、精神的教えの極意とも言える部分なので、安心してですね、この言霊を唱えてハンドルを委ねてですね、より快適に、最高の人生を生きていっていただければなと思っております。でこの委ねるっていうテーマに関してはね、本当に奥深いですし、皆さんが本当に委ねて最高の人生を送っていくためには、いろんなアプローチからね、こう何度もお話しする必要があると思いますので、今後もテーマとして取り扱っていこうかなと思っておりますが、もう今日の言霊だけでも
十分効果はありますので、ぜひ楽しみながらねチャレンジしていただきたいと思います。ということで、今日の動画がちょっとでもよかった、あるいは参考になりましたという方はですね、いいねボタンをグググググと押していただいて、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、大島秀明でした。またお会いしましょう。